どうも、東京ジュルの中井ゆりです。4月18日深夜0時に火曜ポップスチャンネルワビズムスペシャルで放送される東京女子流コンサート07 10年目の始まり、こちらをね、あのメンバーで見ながらワイワイと女子会みたいに振り返っていきたいと思います。そんな中で今回私がみんなとプレイバックするおすすめのシーンは初恋です。それではどうぞ。じゃあ早速流しちゃうかな。こちらです。緊張する。おお、なんだろう。あ、いい、ちょっと音量上げよう。音量上げよう。ちょっと音量、大音量で聞こう。これ好き。大音量かしこまりました。もうなんか緊張感、ここでめっちゃ好きってなってる。もう初恋はね、本当にもう好き。前のめりになっちゃう、こうやって。見ちゃう。慣れて慣れて。もうめっちゃ緊張した、うん、なんでこれ選んだの？いや、あの覚えてるかな、初恋さ、うん、なんか最近このバンドライブではさ、ちょっと恒例になってきてるじゃん、うん、このバラードタイムというか、うん、バラードブロックが、うんうん、でなんかやっぱ普段と違う感じのアレンジで歌ってるから、うん、めっちゃ練習したじゃん、うん、した、うん、いっぱい合わせて、うん、あ、ここちょっとうまくいかないなってとこもいっぱいあって練習して、うん、で本番が私はすごい一番うまくいったっていうか、うん、みんなでこう気持ちが通じ合ってて、自分が歌ってないところも緊張したの、うん、する。わかる。なんかね、なんかみんなからのちょっと緊張だったりとかがなんかしみじみとこう感じられるっていうか、うん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 、なんかでも静かだからこそ、うん、なんかこのハモリだったりとか、うん、自分のなんか歌ってるところのこのしっかり感が強いよね、うんうんうん、しかもなんかバラードとかさ、こうアコースティックとかピアノ一本でやるときってさ、うん、なんかちょっと歌い分けとかも変わったりするじゃん、うん、そうだね、うん、それも楽しみの一つだよね、お客さんからしたら。うん、わかる。サビとかも2人じゃなくて1人ずつとかになったりとか、うんうんうん、確かに。なんかあと、うん、ピアノ一本だからめちゃくちゃハモリが綺麗に聞こえる、うん、あ、すごい。もうそう、ハモリのところもめっちゃ緊張感持って、でちゃんとこう目を感じながらとか、うん、瞳を感じながらみたいな、うん、で歌うのもすごい気持ちよかった、うん、こう今だからこう顔見てなくても合わせてなくてもこう同じ気持ちで歌ってるというか、うん、本当にすごい。なんかそこまでさ、やっぱゆりも言ってたけど、めちゃめちゃさ、うん、練習を積み重ねてさ、ね、あのバンドの皆さんも一緒に合わせてくださったりとか、うん、こう先生が付き添って練習してくださったりとか、うん、なんかそういうのもさあったからさ、あ、もうここで本当になんかこれを歌えるのが最後なのかっていうか、なんか、うん、分かる、なんかちょっと寂しさもありつつ、うん、でもやっとみんなに届けられるっていう嬉しさもありつつ、うん、なんか特にサンプラザっていうあんな広いホールで歌うとさ、やっぱ声の響きがさ、私たちイヤモニとかもしてないからさ、うんうん、そうだね、そのまま感じられるじゃん、ね、なんかその空間がすごく心地よくて、うん、なんか寂しいなってこの時思ってたけど、うんうん、なんかこうやって映像で見ると、うん、なんかその時が蘇ってくる。そうだね、うん、なんか映像があるからこそ、その何かけがえのない一瞬っていうか、うん、一瞬がこうね、蘇るよね、うん、確かに。なんかだって緊張感とか伝わってくるもんね、うん、めっちゃ緊張してんだろうなとか思うよね。わかる。あ、この時ちょっと手震えてたなとか思うし、ね、なんか今も頑張れみたいな。そう、わかる。見ちゃうね、自分たちなんだけど、ね、ね、うん、自分たちなのに応援しちゃうよね、うん、なんかあと初恋をこのバージョンで歌えたというのがすごく嬉しかったかな、うんうん、なんかより歌詞がさ、自分たちにも刺さるっていうか、うんうん、もう個人的になんかこうまた大きいところとかでやらせてもらえて、コンサート名義とかでこうやってバンドさんが入った時とか、またやりたいなって思う一曲、このアレンジは。いや、大好き、本当に。夜見るとね、うん、なんかリンクしてる部分もやっぱたくさんあるから、うん、なんか共感しちゃうよね、うん、重ねちゃう、うん、なんか今ベイさんが歌っててさ、すごいさ、うん、あ、思い出したのかさ、なんか一人ずつさ、こう歌
この歌い分けもさ、うん、最後の最後までさどうするかみたいな、うん、こう話し合いもあったじゃん、うん、で一人ずつさ聞こえるように歌うことにして、うんうん、サビとかねそう、うん、でもなんか優しい声で歌ってたなって思って、うん、そうありがとうございますいやなんか本当に初恋全員表情がすごいエモくて、うん、もうなんか切ない苦しいでも本当にさっきみゆが言ったとリンクしてるからさ、うん、この歌は結構私たちに、うん、だからそういういろんな気持ちをこう背負いながら歌ってるっていうのもやっぱこの時すごい緊張とかいろんな気持ちが混じり合いながら歌ってるから、うん、すごい一人一人表情がすごい出てて、うん、それをなんかやっぱ映像だから見れるじゃん、うん、一人一人の表情ってだからすごい見ててめちゃめちゃエモく感じる、ねもううん、なんか声からみんなを感じられた、うんうん、そんな瞬間だったなんかアウトロとかさあのピアノ一本の音になるとちょっとうるっときちゃうんだよね今もうるっときたちょっと、うん、いやでも本当になんかこの初恋っていう一曲は私たちにとっても、うんまあ、このアレンジでやれたことも、うんだしみゆがさっき言った通りまたやりたいなって思う一曲でもあるし、うんうん、やっぱ何度でもちょっとこの映像を見て振り返りたいなと思う一曲なので、うん、今回はちょっとこの初恋をおすすめさせていただきました素敵でした、はいうん、ありがとうございますいや庄司もね実は、うん、このおすすめシーンを、うんうん、こう考えてる時に、うんうん、初恋も候補に挙げててそうなんか本当なんかこの10年目の始まりの、うんライブを総括した時にやっぱ特に印象的だったなっていう一曲で、うんうん、やっぱアレンジもそうなんだけど、うん、そこに向かうまでのこうみんなとの過ごした時間だったりだとか、うん、なんかいろんな思いが詰まった上でこうやっと見てくれてる方に届けられて、うん、でその後もさ結構初恋良かったよっていう声もたくさんいただいたから、うん、なんかそういう思い出とかもあってやっぱ忘れられない曲だなってすごく自分の中でもあったかな、うん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 、嬉しい嬉しいじゃん一緒なの嬉しいよ嬉しい気持ちだったらねいや気持ちだったから嬉しいこの東京女子流コンサート07 10年目の始まりは4月18日深夜0時に火曜ポップスチャンネルのワオイズムスペシャルで放送されます。詳しくは火曜ポップスチャンネルワオイズムのホームページをご覧ください。チャンネルの公式ツイッターがあるんですけども、うん、こうツイートにねフォローやリツイートをしてくれた方には抽選でメンバーのサイン入りの音声チェキをねちょっとプレゼントしちゃいますので皆さんぜひチェックしてください。よろしくお願いします。お願いします。